ますよ。これなんか番組の要望ですね。それを前に、うん、募集しましたけども、早速来たみたいです。うん、千葉県ラジオネーム、キグチンスコーさんです。キグチンスコー。はーい。お二人にやってほしいことということですが、私はぜひお二人で歌ってほしいと思います。将来的にはその歌が CD 化するまで頑張ってください。今メールすると反映されるということなので、とても楽しみです。おー。ですって。今メールすると。採用それ即じゃないよ。あ、そうなんだ。さすがに、確かに、すごく参考にはいたしますが。そうそう、採用されがちですけどっていうこと言いましたけど、採用されるとは言ってないけどね。まあでも、キクチンスコーさんはですね、歌ってほしいということらしいですよ。おー。まあ早速、じゃあ、小野くんが今から、歌うみたいなので。さてと。僕ね、歌苦手なんですよ。あ、僕もですね。はい。あれ、この間、はい、こうね、かけてた、ガオっていうのは、あー、ね、歌わないんですか？歌わないですよ。あ、あれ歌わないんだ。聞く方なんだ、あれは。聞く方だよ。だってカラオケなんてここ数年全然行ってないもん。行ってる？カラオケね、いや、やっぱね、こう行かなきゃいけない流れができる時があるじゃないですか、やっぱり。で、まあ、連れて行かれて歌った時があったんですけど、うん、そん時は、はっちゃけられるんですよ。カラオケ自体は好きなんだ。うん。僕も嫌いじゃないのね。カラオケ自体は嫌いじゃないんだけれども、うん、やっぱり仕事として、なんだろう、その歌の仕事がやるようになってからは、しんどい。そう、お仕事として、ちゃんとギャランティーをもらって、うん、作品として、はい、自分の作品としてってなると、やっぱね、これ自由には、自由もあるけど、うん、やっぱ責任も伴うわけじゃないですか。そうなんだよね。なんかさ、声優さんってさ、声だけ聞いてるとさ、歌下手には見えないよねって、聞こえないよねって言われるじゃない？言われない？あー、ね、まあ、ちょっと綺麗な声だったり、はい、それとこれとは別問題なんですよって強く言いたいです、僕は。ね。実際さ、歌手の方がね、普通の喋りの声が魅力的かどうかって言ったら、またさ、別問題ですからね。別問題。割と喋ってる時は普通なのに、歌になるとすっごい魅力的に聞こえる人とかいるじゃないですか。僕すごいなと思う。大黒摩季さんとか、すっごいハスキーなのに、歌うとこう、かっこいいよね。かっこいい。ああいう人好きですね、僕。そう。僕って、少なくモノクはどうか知らないけども、僕は逆ベクトルの人なので、その普通のセリフとかその喋る声とかは魅力的に聞こえるかもしれませんけれども、うん、歌は決してそうではありませんよということですよ。いや、でもね、これでもね、要望来たからね、ちょっとこう、前向きに考えつつね。まあもしそういう企画があるんだとしたらね、うん、まあありませんけど今のとこ、はい。バサリ。まあ引き続きあの番組の要望をお待ちしております。はい。続いて普通おたです。はい、千葉県アップルフリッターさんです。はい、突然ですがオノディってスケベなの？某ラジオ番組で言ってました。オノディはちょっと口を滑らすと放送できないことを言うタイプで、伸び屋などでその片鱗を見たとか言ってました。おっとと。オノディは楽屋番長だけでなく飲み会番長でもあるんですね。弁解することあれば言ってください。最後のフレーズが、ちょっと、ほら、やっぱほら、俺とリスナーの位置関係的には、俺がさらに下ってことなんですよ、つまり。そんなことないですよ。弁解あれば言ってください。うん、ありますよ、そんな。だって全く僕には触れられてないじゃないですか。僕はアウトオブ眼中なわけですよ。なことない。にしてみたらね。だからまあ、エロスの話をしているので。あ、スケベなのってことですからね。スケベですよね。そうスケベですよ。ほら。だってそりゃそうで、男はみんなスケベですよ。そんなことないですけど、僕は全然そんな気はさらさらない。あらららら、嘘をついているな。え、なんでですか？その目は嘘をついている。嘘ついている目に見えますか？ちょっとキラッとした今。そんなスケベ、だってスケベって例えばどういうことがスケベなの？だからね、今日。お父さんは何を喋られるんですか？ちょっと待って、第6話。第6話。はい、何ですか？タイトル聞きました？さっき。弁解することがあれば言ってください。違いますよ。さっきじゃないですか。それ、お便りじゃないですか。あ、お便りですね。ああ、そうですか。第6話は、5分前に、本番5分前に言ってることは放送できないよ。ああ、そうですね。小野さんがおっしゃっていたことはさすがに。またまた。あなた主導でしょ？え、何がですか？ヒロシ主導でしょ？エロシ主導でしょ？突然ですが、オノディってスケベなの？どうして戻るってどうしてお便りに戻る。いや。聞いたからさっき読まなくていいから。あ、そうですか。はい。どうなんですか。いや、飲み会番長っていうのもまた間違ってる。
そうなの？飲み会番長じゃない。別に飲み会も好きじゃないもん。うんうん。あんま行かないし。うん。でも、飲むと絶対ワイダンになるじゃないですか。そんなことないですよ。100%ワイダンになるじゃないですか。そんなことないですよ。もう小野さんにも大協力しますから。うん、何ということ？いや、小野くんがね、そのスケベじゃないっていうことを、はい、僕が全面的に押し出して、じゃあ手伝っていきますから。え、で、はい、今のトークの流れ、じゃあちょっと違うじゃないですか。え、なんですか？いや、小野さんスケベじゃないっていうことを。ワイダンするじゃないですか。いいえって言うじゃないほら、ほら、俺の話を聞いていないだろう。聞いてなかった。ごめんなさい。何ですか？ワイダンするじゃないですかってことですか？エロシって言わないでくださいよ。それがさ、この番組なら相性になったらどうするんですか？エロシ僕は親に顔向けできませんよ。まあそうですね。未だに僕このラジオ番組やってるってこと親に言ってないので。言っていこうよ。エロシ言っていこうよ。ぶっちゃけ僕も言ってませんけど。咳込んじゃった。でもね、うちの親はね、すごい、僕の出てるものをエアチェックしてて、うんびっくりしますよ。あ、じゃあ小野さんがスケベだっていうことも親にバレてるわけですね。そこは大丈夫だと思う。そこは大丈夫だと思うんですけど。いや、だから否定していくってば。本当に？うん。じゃあ否定してくださいよ。僕そんな話してませんよね。してないね。面白みのない男だってみんな言ってるもん。あいつなんかそういう話全然乗ってこないんだよなって。ああ、ね、みんなそういう話してて面白いのにさ、うん、みたいな。小野くんなんで乗ってこないんだろう。つまんないなって。つまん。言われてるよね、結構ね。エロです、僕は。つまんないって言われるよりは、エロい方がいいかな。なんつってな。僕でもね、今やってる番組が、なんかそう、ジーグとか、この前に収録してきた、ラジオの前に、ジーグでも、おっぱいって言うんですよ。なんかね、で、ああ、時間が監督そしてこの番組のタイトルになっている。何が前、なんでそうしてたんだっけ。あ、引き続き、ラジオの前のあなたのストーリーをお待ち。